最近の試合は納得いってないので、次の試合はしっかり KO で勝ちます。ケリオパですね、はい、悪いことしたなと思いました。身近な人とかはちょっと2回やったらやらかしたらダメだなと思い、ちょっとバンタム級に上げましたね、まあ、ただその後がちょっとパッとしない試合してるんで、階級上げてからの試合を考えないといけないですね。上下に打ち分けて、そしたら相手は見えづらい、はい、から、まあ、倒しやすいではあると思いますね。蹴ってたらすごいフェイントかかったのが分かるんで、もうすごい詐欺師です。詐欺師圧倒的に勝たないといけないですね。ไดโกะฮิกะผมพร้อมที่จะเจอคุณแล้วผมไม่กลัวหรอกว่าคุณจะเคยเป็นแชมป์โลกหรืออดีตแชมป์โลกผมก็ติดตามชื่อเสียงเขาเหมือนกันครับผมคิดว่าผมมีจุดที่เขาบกพร่องแล้วผมจะเอามาใช้ครับผมก็ถ้ามีโอกาสน็อกผมก็จะน็อกครับผมอยากน็อกแบบต่อยหมัดเดียวให้สลบไปเลยしっかりダウンしないで今日で勝ちます。ライフタイムボクシングファイツ11ナックアウトフェスティバル、本日のメインイベントバンタム90回戦両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより孫戦ポーヤム選手の入場です。2017年デビュー WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級9位のランカーです。これが3度目の日本、2019年3月は WBC 世界フライ級王者畑中健人選手と対戦、8回 TKO で敗れて以降、この孫戦ポーヤム、キャリアある相手は少ないものの12連勝を収めています。一発元世界王者食いを狙っての日本、こう語っています。悲願には穴しかない。ワンパンチで KO 宣言があります。孫戦ポーヤム、続きまして赤コーナーより比嘉大悟選手の入場です。7月13日、1年3ヶ月ぶりの復帰戦がありました。元 WBO アジアパシフィック王者のフローリダン・サンダールにダウンを奪われ、ピンチに陥るも立て直し、競り勝って逆転勝利がありました。そこまでの17勝は全て KO、初めての判定勝利があってから4ヶ月です。上で待つ孫戦ポーヤムは20戦18勝12の KO 勝ち、
それに対して15連続 KO 勝利の日本タイ記録を持っているあの男がこれからやってまいります。荘厳のファンファーレ、東京後楽園ホールバンタム級メインイベント、比嘉大吾復帰2戦目です。勝ち方はいかにと、どうしてもそういう見る目が生じます。ここまでバンタム級では4戦して2勝1敗1引き分け、前回サルダン戦バッティングで顔面カットがありました。初めてのダウンもありました。苦しむも動きにはキレ、そして全身力、まず何といっても立ち向かうハートが見られました。こう語っています。ショックはなかったけれど、見えないパンチをもらうと倒れるんだなと、一からトレーニングを積み直してきたという背水の陣か、比嘉大吾。動画の撮影はお控えください。動画の撮影と光を伴う撮影禁止となっております。ご理解ご協力をお願い申し上げます。さあ慶応祭、この2人の戦いが今日のラインナップ最後です。孫先鋒やむ青コーナーから、23歳タイ出身、対して27歳、比嘉大吾。こちら姿勢ボクシングジム所属、沖縄は浦添市出身です。赤コーナー117パウンド4分の3、姿勢ジム所属、ここまで18勝17 KO 2敗1分け、日本記録デビューからの15試合連続 KO レコードホルダー。最新ランキングは OPBF 東洋太平洋バンタム級第4位、 WBO アジアパシフィックバンタム級第2位、日本バンタム級第2位、元 WBCU 世界フライ級チャンピオン、元 OPBF 東洋太平洋フライ級チャンピオン、元 WBO アジアパシフィックバンタム級チャンピオン、そして世界2階級制覇に向かう元 WBC 世界フライ級チャンピオン、比嘉大吾。43代 WBC 世界フライ級王者比嘉大吾、ここにプロ22戦目キーワードは圧倒的に勝つ。青コーナー116パウンド4分の1、タイ国、ここまで18勝12 KO 2敗、最新ランキングは WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級第9位、孫先鋒やむ。対するこちら孫先鋒やむです。元世界王者比嘉大吾、落ちた選手である、そんな風に望む孫先です。同じく染谷道明、そうした選手の気持ちのセットというのはとても大事だと思いますけれども、バンタム級 53.52kg リミット10回戦、比嘉大吾この階級で5戦目。さあ内藤大輔さん、はい、もうリング上今凝視されてましたね。楽しみですね、本当楽しみです。まあやっぱ1ラウンド目いくと思いますよ。期待に応えてくれますかね。狙ってくると思います。ここまで鈴木俊博選手が1ラウンド1分43秒で勝利を収めています。最短 KO 記録。ただ相手もパンチがあるんでね、はい、ちょっと ね怖いですからね。そうですね、倒れますからね。18勝12の KO 勝利、左リードジャブから、ともにオーソドックススタイル、右ボクサーファイターです。低い体勢から比嘉、画面の左側からこれ今右側に変わりました。まあ、そのメンタル面というのもいつも比嘉気にはなりますけれどもね、この滑り出しです。内藤さん、はい、距離感など含めて左どう見えてますか。まず滑り出しです。そんなに思ったほどいかない感じかな。はいはい、うん、確かにそうですね、ええ、まあ、ここもちょっと間合いあります。ちょっと慎重で、まあ、これはこれでいいですよ、はい、慎重なのことは、はい。バンタム級、まあ、その KO 祭というところを除いては10回戦があります。10ラウンドあります。そうですね、開始からこれ1分が経過した。お互いの左、これガードの大きな背中、残りタイムはこれ1分17秒がタイムリミットですね。そうですね、1分43秒が鈴木俊博選手のここまでの記録です。まあ、左のグローブいろいろ動かしての孫先、
まあ、それに対してスパーリングを行いました木村選手は、まあ、フェイントは詐欺師級だなんていうふうに木村選手のことを評していましたね。まあ、そういうところもこれ見せての戦い、これ相手に映し出すことができるかどうか。まもなくタイムリミット、そうですね、今リミットを超えています。まあ、これはこれで、はい、まあそうです ね、もう入れ替えて、はい、まず倒したい、しっかり自分の戦いからと爆裂するような左の攻撃、まあ、パフォーマンスを安定させていきたいというのは比嘉選手ですよね。内藤さん、そうですね、大事な試合ですからね、一戦戦が、まあ、前回が1年3ヶ月ぶりの復帰戦でした。サルダール戦ダウンは奪われました。あの時は4ラウンド右のクロス被弾してしまいました。あ、足組み替える、比嘉左リードジャブの速さ少し上回るか、ボディ右アッパー、コンビネーションを見せてきますね。そうですね、あと30秒、左側にちょっとだけ動いてグローブの位置、肩の位置いろいろ変えてきます。相手の左、まあ、孫戦も探ります。そうですね、比嘉選手ちょっとじっくり見てますね。ああ、そうですか、はい、はい、ここをローブロッキーに、あれまだあります、まだ時間あります。場内の時計残り2秒、まあ、こう探りながらという第1ラウンド終了しています。さあ、内藤大輔さん、はい、どんな風にこの3分を捉えましたか。思ったよりはいかなかったなというのと、はい、もうまあ決めてたんでしょうね、まあ、剣はもう狙わなくていいと、はい、最短は、ええ、でなんかちょっと様子を伺った1ラウンドに感じました、ええ、だってあと思ったのは もうちょっと力抜いてもいいのかなとも思いました。少し力んでますか、一発一発が力んでる、うん、力んでるね、うん、もうちょっと力抜いてほしいかな、はい、と思います。となるとこの後ですよね、第2ラウンド以降、まあ、よりこう自由奔放に、まあ、自分のボクシングを打ち出してもらいたいのが比嘉大吾です。こちらです、はい、今一つ大きく口を開いて呼吸していました。バンタム級で5戦目で、これで鈴木俊博選手が最短 KO 記録50万円ゲットというのは決定したんですね。今頃もう投票ってね、ニヤニヤしてますよ、まあ、やったぜと、ね、握り拳はそうでしょう ね、作っているでしょうね。戦いは2ラウンドです。比嘉大吾復帰2戦目、あ、いいコンビネーション、いいですね、アイドリーですね、まあ、体のいろいろな箇所を、まあ、こう探りながら当て込んでいきます。左ジャブからフェイント、まあ、目線も使ってますよね。あ、そうですね、目のフェイントってやつですね、はい、いいですね。ガードも顔面を守ってその後、早いですね、早いですね、ボディ打ち、左アッパー、溝打ち、狙ってくる比嘉。孫戦選手も、はい、やっぱいい選手ですね。これどのあたり目につきますか。まずガード硬いですね、はい、ですから比嘉がちょっとこうその風穴開けるのはどんなタイミングかっていうのは気になるんですよね。硬、ね、いガードの孫戦、なかなか前半決着はもしかしたら厳しいですよ。これはそうですか、まあ、それどころか KO も本当、はい、なかなか難しいと思いますよ、はい、いい選手ですよ孫戦選手。18勝 12KO 勝ち、2017年デビューの孫戦、まあ、WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級9位です。だから1回級上なんですよね。そうですね、この戦いはバンタム級です。世界王座はフライ級でダッシュしている比嘉。左パンチ重いですけど、ただ孫戦選手ガードがいいです。まあ、比嘉のパンチ力っていうのもこれ問われてきますね、この戦い早いね、えパンチいくらっても当たらなければ意味がないですからね、はい、そうですね、うん、まあ、右アッパーなどもガードの下から時折捉えてはいるんですが、まあ、その階級上という孫戦をこれどう突き崩すか。そうですね、あと1分です。第2ラウンド、まだ戦いは始まったばかりと見るか。比嘉大吾左アッパー、ボディ打ち、孫戦テップからも捉えてくる。ちょっと比嘉パンチありますね、目の色も変わってきましたね。顔を前に出すよ、強いですよ、いい選手ですよ、これ強いですよ。青いグローブの孫戦です、左ジャブ
まあ、こうやって自分からも手を出してきます。顔あと対人っぽくない顔してますね。おお、そう見えますか。見えますね。左、まあ、比嘉が一つこう被弾します。自分から左を中心に攻撃組み立ててくる比嘉大吾、27歳です。まだまだここから進化があるんだという比嘉。お互い左ジャブ、まあ、いいという音。残り10秒切りました。標識が鳴らされています。後楽園ホール、スイッチを見せる孫戦、なかなかの難敵。最後右のアッパー、左の肩でこうブロックの動きを見せたのがこちら比嘉大吾です。さあ内藤さんはちょっとこうという声聞こえてますかね。いかがでしたか。いや、比嘉選手の強いのはもちろんなんですけど、はい、孫戦選手は思った以上にいい選手ですね。そうですね。うん、やっぱり戦績がね、20戦戦って18勝12 KO、はい、2敗、それがやっぱ物語ってますね。どうですか、どのあたりをこれ攻略のポイントと内藤さんは見ますか。最初の方に、ね、言ったんですが、はい、ボクシングというのは攻撃が1じゃなく、なんだろう、当てることとかではなく、もうもらわないことが一番なのですね、はい、でそのもらわないことをやっぱすごい孫戦選手はすごい意識してると思うので、はい、うん、そのこれだからいかに当てるかですよね。そうですね、難しいと思いますよ。なかなかこの選手は階級も1階級上ですしね。はい、うん、まあ、孫戦の方がそうですね、その食らわないで当てるということをより心がけているように見えると、うん、見えますね。綺麗な丁寧なボクシングしてます。左アッパー、右アッパー、まあ、これ内に入ってという比嘉の姿勢が見えてきます。試合の第3ラウンド、いい選手ですね。まあ、こう堅実さっていうのはありますよね。ありますね。なのでこのもし比嘉選手がこの選手を倒すようであれば、はい、うん、やっぱり世界初と。一発は捉えました。でも孫戦も右のフックがある。ちょっとボディ入ったように見えましたけど。そうですね。打たれてる。ちょっとこう瞬き、そうですね、孫戦パンチやっぱありますね、比嘉選手。比嘉のストレートです。顔面を捉えた、すごい左、右から左アッパーを比嘉が合わせてまいります。カウンター狙ってますね。ただこのクロスも、はい、だんだん当たらなくなってきますよ。何回もやってるんで、ね、あ、そうですね、うん、読まれてくるんでね、はい、うん、まあ、お互いまあ、読み合いでもあります。こうして左右に回って左ジャブは比嘉。距離感などどうですか、この第3ラウンド半分は。このいや、どっちの距離、はい、これどっちの距離なんのかなという、ね、うん、これ内藤さんにそうですね、随時伺っていきたいところです。あ、どう比嘉選手、はい、いいですね、なかなかいいですね。おお、あ、これもガードしています。脇締めてますね。調子良さそうですね。まあ、トレーニングは一から積み直してきたと言います比嘉大吾。それから周りの期待もあって、それも力になっていると常々語っています。まあ、何しろフライ級で一度世界の頂点まで上り詰めてますからね。そうですね。左アッパー、残り45秒、ここは顔面、もう一発。まあ、左中心に組み立てようというところは比嘉、うん、動き一瞬止めてから右アッパーです。孫戦の動きも内藤さん変わりはありませんか。そうですね。おお、ダメ、左この打ち合い、打ち合い、アッパー、うまいな、縦にね、拳を縦にこう変えて入れてるんですよ、はい、違った軌道を見せるんですね。そうですね、そうそうそう、さらにアッパーへ右、さすが比嘉選手。比嘉の狙い、残り10秒、どうだ、一つ右左強振しました。うなずき、うなずき、そしてその後は左、第3ラウンド終了。さあ、東京後楽園ホールの慶応祭、こうして赤コーナー比嘉大吾の表情です。わあ、さすがメインイベントの試合ですね。うん、やっぱりまあ僕がまあ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 、あえて言わせていただきますけども、はい、やはり
今までの試合の中でやっぱ一番これレベル高く感じますね、はい、まあ、引き締まっている展開ですよね、まあ、孫戦の方も固い戦いガードを含めて見せてますね、強いですよ。ああそうですか、戦績がやっぱ、ね、物語っているだけありますよ、はい、本当に気抜けない、そうですね、まあ、バンタム級 53.52kg リミット、まあ、軽量自体でいくと孫戦は 52.7kg でクリアしています。すごいすごいですね、だいぶアンダーですよね、岩、ね、の方は 53.4kg、 本当にスーパーバンタムやってた、はい、そうですね、まあ、試合は第4ラウンドです。青いグローブが孫戦、これが21戦目、23歳、左でまずこのジャブを見せてから脇をしっかり引き締めての比嘉大吾、いろいろ確認事項も内藤さんあるでしょうしね、まあ、テーマ右ストレートなすべきこと、テーマは数多い戦い、バンタム級でのこれからを睨んでの比嘉大吾です。その比嘉恐れるファイターではないというのが孫戦、でも本当にそういう気持ちのセットっていうのも内藤さん本当に大事ですもんね。そうですね、気持ちってやっぱ ね気持ち、いや本当気持ち大事なんですよ気持ち、はい、どんなにトレーニングしてね強くなっても、はい、当日気持ち乗ってなければ何の意味もないですからね、はい、まあ、できるぞと思っても何かこう乗らないなんていうこともあったりするでしょうしね。そうなんですよ、人間って本当に難しいですよね、そういうところ、まあ、例えばですよ、例えばですけど、はい、万全にね、すごく仕上げたとしても、はい、ね、試合の前日に付き合ってた彼女に振られたらとかね、例えばそういうことがあったとしたらやっぱりいい試合できないですからね、はい、確かに気持ちというのは本当に大事な部分がありますから、さあここはボディへの攻撃、ね、うん、ちょっと見てますね、はい、様子を伺ってる感じですね、まあ、誘ってちょっとカウンターもあるかどうかという比嘉です、うん、で本当にフェイントの数も多いですね。そうですね、いろいろ見せています、なんかいろいろ試しながらやってますね、はい、うん、まあ、10回戦をこれ自分の肩にどれだけしてくるか、まあ、そしてなんといってもまあ勝ちたい、できれば倒してという比嘉、そうですね、右ボディ右アッパー左、ボディ攻撃いいですね、これはね、あのガードの上からもでも嫌なもんですよ、ボディ攻撃っていうのは、はい、まあ、狙ってきてるな、ナイスね、あれバブロー今ね、フェイントで一回上に当ててからの下のボディって良かったですね、細かいですね、そうしたテクニック、まだまだ自分は前に進む、進化するんだというのが比嘉大吾です。左、さらにこれパンチのスピードも変えてきます、右、右側に回るように孫戦動く、孫戦が肩から入ってくる、いやーボディボディでね、ボディ攻めします、はい、いいですよいいですよ、そうですね、まあ、本当に攻撃当てるのが難しいファイター、この孫戦ポーヤム、日側は右、まあ、これ相手のパンチ力を軽減するように顔も動かしています、肘も使ってブロック、孫戦の全身にカウンターも合わせたいか、いや今度は前に出てくる、最後はスウェーバック、ここでラウンド終了、第4ラウンドが終わっています。孫戦一つ声を上げました、先にこれ椅子に座っているのは比嘉です。内藤さん、先ほどのラウンドはどうでしょうね。いやー、なかなか難しいラウンドですけど、まあ振り分けるなら僕は本当に比嘉選手でいいと思います。はい、改めてこれリプレイもご覧いただきます。まあ、攻撃の正確さであったり、これ当てどころですよね。クリーンヒットで言えば比嘉選手の方が僕は多く感じましたけど、はい、まあでも孫戦の方がしっかりとこれ食らわねえぞっていうところを見せながら時折返してくるところ、いや厄介ですね内藤さん、これは。そうですね、いや、いい選手ですよ本当、はあはあ、さあこの後第5ラウンドです。東京後楽園ホールの KO 祭ライフタイムボクシングファイツ11、中盤戦に入ってまいりました。青いグローブ対の孫戦ポーヤム、まあ、孫戦の方もこうやたら圧力をかけてくるというわけではありません。比嘉がそれを見て回る、突破口はどこと見るか、バッティング注意です。
内藤さん今比嘉サイドにセコンドについていたとしたらこれどんな声かけるんですか。あ、僕がですか。はい、やっぱり何度も言いますが、はい、やっぱ強弱欲しいかな。あ、うん、やっぱり比嘉選手もね、はい、結構銃で撃ってるんですよ。あ、そうですか、うん、はい、ここ近い、ちょっと怖い、これ怖いな、怖いな、強打の応酬大丈夫かな。一つこれ孫選空振りはありました、うん、でもその前これパンに集中しています。比嘉孫選も返す、右左アッパー、さらに右打ち下ろし、比嘉の攻撃、開始から1分です。内藤さん、そういう銃で、まあ、思い切りこう握って攻撃という比嘉、強打多いですよね、はい、あ、途中あのさっき言ったあのダブル、はい、あの上軽くって下のボディの強打って、はい、さっきあれ良かったんですけど、ああいうの欲しいですね。そうですね、ポーンってこう上下っていう、こう、ね、はい、スピードでダブルが良かったんですけど、まあ、そうですね、うん、レフトハンドで、これですね、レバーちゃんと右軽く打ってからね、はい、下のレバーでしたね。ダブルにはなりませんでしたけれども、一つ強力な左の拳がありました。ボディフックです。比嘉大吾バンタム級10回戦、まあ、孫選も声を時折上げながら左ジャブ、ジャブで返す比嘉、残り70秒。まあ、比嘉のスタミナっていう点ではこの時点ではどうですか。まだまだ、あ、まだまだ、はい、全然まだまだ大丈夫です、あと60秒切りました。右、あの、トレーナーである、トレーナー、はい、ね、大吾の比嘉のトレーナーである、トレーナーというのは、はい、とにかくあのスタミナを、ね、強化するトレーナーなので、はい、スタミナに関しては大丈夫だと思いますね、はい、とにかく走るそうですね、まあ、出ないとこうゴーサインも出さないでしょうね。あの物の例えで吐くまで走れなんてね、言ったり、僕左何度吐いたことか、本当そこまでやりましたからね。あ、ボディ打ち、比嘉がまたこう目を見開いて攻撃、これ腹部に集中します。当たってるよね、当たってないのかな、来てないですもんね。まあ、孫選がダメージを見せないだけなのか、蓄積しているかどうかですよね。そうですね、こういうところっていうのは本当にこうインターフェース分かりません。孫選第5ラウンド終了、まあ、その乃木ジョージトレーナーもリングインして指示をこの後与えるようです。当たったままは呼吸を整えた孫選。内藤さん、はい、これこの後リプレイもこうしてありますが、お互い近くなったところですね。そうですね、この打ち合いチャンスでもあるんですが、はい、ピンチになる場合もあるんで、あのボクシングの言葉でね、こういう言葉があるんですけど、はい、チャンスはピンチでもあると、はい、ピンチはチャンスでもあると。なぜならこうダウンして立ち上がって相手がガーって攻めてきた時っていうのは逆にね、カウンター打ちやすい時もあるんでね、はい、だそこをね、頭に入れとかないとね、あ、倒したチャンスだだけじゃなく、はい、一点こうしてチャンスはピンチに陥ることもあるんだよっていうのもね、はい、そういうのも覚えておきたいところなんですよ。あ、もう本当にそこ基本なんでしょうね、打ち合いの中で。そうですね。さあ、試合は第6ラウンドです。まあ、この展開というのは、まあ、孫選の力、粘りもありますが、まあ、これ今一旦、テーピングちょっとこれチェックが入りました。少し剥がれましたかね。そうですね、はい、こういうのはきちきちっと、はい、あのテーピングがピローンって伸びて、必ず世界戦でもそうですけど、必ず直すんですよ、これは。ちょっとこれ目危ないですもんね。そうそうそうです、まあ、巻き直してこれでレフェリーのチェックも入って、その後続行第6ラウンドです。さあ、比嘉大吾の動き、まあ、すっきりとさらにキレのいい勝ち方を見せてもらいたいのは言うまでもありません、しかしそこに立ちはだかっています、なかなかの難敵孫選ポーヤム。左に集中する、そこからダリフックは孫選、怖い怖い、ちょっとヒヤッとしますね。本当、開始から20秒過ぎました。これも左だ、またテープがちょっとよろしくないですね。ほどけしかもダブルで、これ稀にね、はい、例えばですけど疲れてたりするとタイムストップ、はい、休みたい時にわざとねセコンドがこう剥がしたりする場合もあってね、うん、
まあ、早めに、まあ、そうですね、この孫戦の場合はそうは見えないので、これ本当に剥がれた可能性はありますね、はい、あ今、まあ、もう一度、これもグローブのこう縁の中にも入れてしまいましたね。そうそうそう、また巻き直す時間がかかって、ね、中断が長くなるんで、はい、とりあえずレフリー押し込みましたね。そうですね、ここで続行です。まあ、足の位置いろいろ変えて比嘉大吾右アッパーは空を切る。まあ、怖いのはこの孫戦の右の単発であったり左が当たるというところですね。そうですね、ナイス、ファボディ右がファボディ、ナイス、あ、ボディ、ボディちょっと狙ってますよ、ボディ打ち同士、うん、ボディね、先ほどのラウンドからちょっと、はい、比嘉選手のボディ打ちがちょっと目立つかなと思います。はナイス、ジャンプ強い、もう一発、もうストレートに近いじゃないですか、ね、そうですね、強振しています。ガードの間からこれ、これでいいですね、内藤さん、そうですね、強いな、まあ、打ってその後もすぐ動いています。これたとえジャブとはいえカウンターでもらったナイスボディ、バラこれ効いてるんじゃないかな。おー、そうですか、打たれ強いですよ、でもそうですね、孫戦選手嫌な相手です、嫌な相手です、まあ、でも左でこうやって崩してという攻撃、比嘉は一つちょっとこう道がまたさらに見えましたかね、うんうんうん、この先残り1分10秒ストレートだな、この下ね、今度は右でストレート、左アッパーレバーも狙う、それでもガードは固い孫戦、打たれ強いですよ、本当に再三再四ですね、そこですよね、ポイントとしては。まあ、孫戦それから諦めません、右ボディ打ち、左フック、左で返してくる比嘉、すっきりと倒して勝ちたい比嘉大吾、いや元世界王者を食って孫戦凱旋と行きたいところです。タイ出身のファイター、まあ残り30秒に今なりました。あーと、まあ孫戦の攻撃もあります、お互いの左ステップは3戦、ストレート左、この右アッパーボール、右のグローブ、はい、この後この後、狙わないでほしいですね、はい、そうですね、そして内藤さんからは、まあ、強弱をしっかりつけてという言葉、強弱欲しいですね、ありましたね、うん、右狙う、時間がない、ここで第6ラウンド終了です。ちょっと肩の周りを気にしました、こちら比嘉、これ野木トレーナーを見上げています。内藤大輔さんにはリプレイをご覧いただきながら試合を振り返っていただきます。まあ、ちょっと孫戦の左怖いでしょうか、うーん、どうですか、こういう時ですよね、はい、今のね、ピアル、あ、このボディ良かったですね、はい、まあ、その後の右にもつながりましたね。ちゃんとこうして、まあ、背筋ピーンと伸ばして待っています、孫戦ポエム。ここからは7ラウンド目、まあ、10回戦の7回目という展開です。セコンドアウト、目を磨いて指示を聞いていた比嘉大吾。さあ第7ラウンドです。今マウスピースを含み直して孫戦ポエム。内藤さん、はい、これ試合序盤に意外に時間かかるかもよなんていう風なコメントありましたが、それが当たりましたね。そうですね、いや、まあ、でも例えばですけど、はい、あのかなり、やっぱいいですね、いいですね、狙ってきましたね、いや、これ行けというサイン出ましたか、比嘉、そろそろ効いてますね、ね、そうですか、効いてますね、これ効いてますね、そう、自分からクリンチ来ましたからね、はい、そうですね、ナイスね、ダメージ溜まってきたか、そうですね、表情もちょっと力なく見えます、頭をつける、比嘉の攻撃、ダリック、まとめてほしいな、ダメだ、捉えてきた、さらにアップで、比嘉選手、すごいボディ、ミゲフク、ナイス、ボディボディ、それをこれ一つ、自分から2本刺すような体勢になっています。あと2分です。おーさん、これ攻撃さらにギアアップ、そうですね、指
きました ね, ねもうこの7ラウンドでこの攻撃ができるというのはやっぱりスタミナもやっぱり ね,、はい、ねちゃんとこう鍛えてるってことですから ね, ね、まあ、ですからこれそれを打ち出すというラウンドになっているようです ね, ねこの辺が一番辛いラウンドなんですよ、ですがその辛いところで自分の良さ、比嘉がアピールするかのようで す, そうです、ね、開始からこれで半分となります第7ラウンドとなるとあとはさらなる有効打いかに。ここは顔面への攻撃注意しなければいけません。挑戦も諦めはしない。右を一つ放ってまいります。一旦距離ができた。でも比嘉からステップインしてきます。下がるか孫銭、いや下がらない。このあたりちょっとポイントずらしてきます比嘉。右アップ、孫銭危ないよ、瞬発力まだある。お互いの右です。打たれ強いな、倒れませんね。まあ、比嘉の方もこれ手応えはあるかどうか。そうですね、左もそうです。ラーリアンパボディへ動きが止まった孫銭。ガードがいいんですよね孫銭。これは不気味、まあ、そしてなんとも崩しづらい相手です。あと30秒ですね。あ、両腕開くようにもする。その間を縫ってのリードジャブ、ボディ、右アッパー。比嘉の攻撃3発、細かくという声が飛んでいます。リーストレート、やや打ち下ろし気味。あと10秒切っています。左でこう触るようにしながらその後、まあでも孫銭も左返す、侮れません。ここで第7ラウンド終了です。戦いは後半戦、まあ、比嘉第5陣営がどう考えているかというところは大いに気になる中で、この後第8ラウンドを迎えます。右アッパー、内藤さん、はい、これリプレイご覧いただきます。振り返っていただけますか。そうですね、お互いガードいいんですが、そのいいガードの中でも比嘉選手真ん中を割ってうまくパンチを入れてるなという印象があります。はい、孫銭選手がクリーンヒットというか当たってる感じはあんまり、うん、そこまではないのかなという、うん、これ顔に拳が当たっていてもそうなんですか。あ、どちらかですか。孫銭のパンチの方が、あ、ヒット具合で言えば比嘉選手の方がヒット、はい、大きいのかなという印象ですね。孫銭選手、まあ、当たってても、はい、軽く当たってるぐらいかなという印象には見えるんですけど。そうですか。どうですかね、うん、試合は第8ラウンドです。まあ、内藤さんのお話ではそのガードの隙間からこの間ですよね、真ん中が、あ、右アッパー、うまいんですね、比嘉選手。あ、足りますね、ボディもそうです。ボディで足を止めた。あ、いけいけいけ、打ち合いになりますね。ここはクリンチです。孫先生たまらずクリンチ行きましたね。そうですね、嫌がってますね。組みつくと右アッパー、分が悪いって感じたんでしょうね。比嘉の攻撃、さらにジャブ連ねていきます。ジャブ2つ孫先、そこから右のストレートへ、ワンツーにつなげると比嘉はこれを打たせて返しの一手があるかどうか。まあ、でもだいぶこう距離は測ってはいますよね比嘉は。そうですね、いやでもね、スタミナありますねやっぱり。そうですね、練習してるのがやっぱ出てますね、まあ、前回はここに来てこの強打ですからね、はい、まあ、ダウンも奪われました。サルダール戦、左ナイスボディ、いや、打たれ強い。まあ、孫銭がこうやってきてあまり位置譲りませんもんね、まず。そうですね、左に打ちながら攻撃、まあ、もう動きながらですね。えぐる顔面、右ストレート、いやー、打たれ強い。うわー、まだ孫銭踏ん張っている。まだダウンもありません。逆に気合を入れながら右左ジャブ、こうしてさあガードの攻撃を、反撃を縫って比嘉の攻撃、さらに続けていきたい。ブラックしている比嘉選手、左アッパー、右アッパー、ボディ打ち、打ち抜く。まあ、腹部もこれ色角度を変えてからさらにアッパーにつなげてまいります。
あと1分タイムストップ、ね、うん、またこれテーピングです ね、これインターバルで、はい、巻いてない、巻き直してないってことはね、わ ざ、はい、わざとなんてところあるんですよね。休むためにやるパターンもあるんでね、あまりよろしくないです。あまりというかよろしくないです、ね、はい、そうですか。ボディ左連発してストレート、倒れないな、まだまだ損してる。これも右打ち下ろした比嘉、旗色よしと、さらにできるか。いや、打たれ強いです ね、 ね、これは面倒な相手ですね。そうですね、本当です、ね、さらにお互い右のフック打ち合いです。孫戦左足を前にして、こうして左側に動いていきます。比嘉がこうして相手のタイルを断つ、逃がさないというところ、肘でブロックもしています。残りあと10秒、どうだ、右からの攻撃です。時間がかかってきた、右ストレート、もう一発、ピガー左、ここで第8ラウンド終了です。さあ、内藤さん、動きはありましたね、はい、そうですね、あとここまで来るとポイント的にも、まあ、比嘉選手の方がやっぱり、はい、差はつけているのではないかと思うんです、はい、でこの後気をつけたいのは孫戦選手の KO 狙いのパンチを振ってくると思うので、はい、まあ、それをもらわないように、ちゃんと勝ってほしいなと思いますけどね。まあ、それから気になるのはこのテープですよね、ちょっとこう、まあ、今のはひらひらと、ね、顔には出してないですけど、結構ダメージだったり疲れてだったりってあると思うんですよね、はい、それでセコンドがちょっとわざとやってる部分もあるのかなっていう。でも今レフリーチェックして巻き直してたような感じがあるんでね、はい、もう大丈夫だと思うんですけど、はい、あくどいとですね、はい、めくれてもないのにインターバル中にわざとめくって試合中に止めてもらおうっていう場合あるんですよ。そうですね、よろしくない行為なんですけど、はい、それもちろんね、反則で。戦いは第9ラウンドです。比嘉大吾が、まあ、そして陣営がこれをどう捉えているのか。バンタム級10回戦、このラウンドを入れてあとラウンドは2つです。まあ、フルに動いて感触を得ようというのか。総戦の攻撃も同じぐらい返してきましたね。ちょっと比嘉より多かったか。まあ、開始からあっという間に35秒が過ぎています。左のリードジャブ、右、これはボディ打ちがあった後です。まあ、セコンドからはいいよという声も飛んでいます。内藤さん、どう見えますか、開始から50秒。もうほぼ終盤ですけども、はい、だいぶ差が出てきたかなと、はい、それでも露骨に差が出てないのは、はい、やっぱり孫戦選手、やっぱいい選手ですよ。でまだまだ最後まで気が抜けないし、はい、もちろん、ね、抜かないでほしいという感じですね。まあ、孫戦のパンチ自体は死んでいませんか。まだ死んでないですよ。あ、右ストレート、うわ怖い、追いかけてくる。そうね、まだまだ倒すパンチ持ってると思うんでね、はい、うん、まあ、だいぶ弱ってはきてはいると思いますけどね、そうですね、ただ開き直ってのパンチとかが、はい、もしあったとしたら怖いんでね、まあ、捨て身に来られたらなんてこともありますよね、お互いの右左ジャブは比嘉、左アッパー、さらに右につなげてのコンビネーション、そうですね、だいぶ近いですね、この位置ですね、うん、孫戦も右、果たしてこの、ね、展開というのを、左ボディ、打たれる、本当だれずよ、比嘉はどう捉えているのか、右アッパー、ね、なかなか KO 生まれませんが、はい、お客さんもやっぱり内容がやっぱなかなか激しく、はい、面白い試合だと僕は思うんですけど、ははお客さんがやっぱ帰りませんもんね。いや、そうですね、いや、やっぱいい試合だとこうなんですよ、ね、たとえ KO、ね、生まれなくとも、はい、うん、まあ、本当に比嘉の今後、まあ、こうどうなっていくのかなっていうのがまず一つありますもんね、この戦いで、ね、最後まで何を見せてっていう一挙手一投足です。そうした周囲の目との戦いでもあります。バンタム級10回戦、残り時間はあと15秒、比嘉ワンツー左アッパー、
孫さん、孫さんの返す手も少なくなってまいりました。そうですね、はい、あと3秒です。右アッパー、1つ狙った。ここで第9ラウンドが終了しています。さて残り1ラウンドとなりました。こちら顔をしかめるように孫さんの表情ありました。リプレイをご覧いただいています。解説は内藤大輔さんです。まあ、今は孫さんが追いかけた場面。内藤さん、はい、第9ラウンドどうでしたか。もう第9ラウンドも僕は比嘉選手につけてはいるんですけども、はい、差が徐々に、ね、広がってはきているんですが、ただ最後までやっぱ気抜けないのかなと、はい、ガクッと落ちたわけではないので、はい、あと次ラストラウンドじゃないですか、はい、ステップで来る可能性あります。ポイントではやっぱりね、比嘉選手が取ってるんで、はい、そこを、ね、気をつけてほしいと。この最後の3分だけにかけてくる、これまで粘りに粘った孫選手は、ね、逆転の系を狙って、はい、どうだろう。まあ、僕だったらもちろん行きますけど、いやそうでしょうね、そう来た場合にちゃんとディフェンスしてほしいですね、はい。まあ、今一瞬歯を食いしばるような比嘉大吾の表情を見られました。もう3分しかありません。20秒経過、思い切って右を投げるように放っていく比嘉。バッティングがあった、ガチン言いましたね。カットがなければいいんですがね。コーラ君、あー大丈夫そうだ、大丈夫ですね、はい、骨と骨の当たる音、ねえ、鈍い音響きました。頭でよかったです。これがね、目に当たると大変なことになるんで、はい、厳しいですよね、まあ、前回のそのサルダール戦ではバッティングでカットもありました。比嘉大吾リスタートからの道はバンタム級。おー左アッパー、その前に3発細かい攻撃がありました。これがプロ22戦目、比嘉大吾、元 WBC 世界フライ級チャンピオン。ジャブはカットしています、ブロックしています。孫さんも相手のパンチ見ている。右フック、開始から1分です。まあ、一旦ステップちょっと離れました孫さん。左、いやパンチ死んでないです。声を上げながらの攻撃です。もらったら十分倒れますんで、はあ、そうですか、最後は気を抜かずに。このラウンドの比嘉自体はどう見えるんですか。いや変わりはないと思うんです、今までのラウンドと、はい、ただ孫さんがやっぱり手数増えてるんですよね、8、9とかすると、はい、手出してきてるんですよ、やっぱり。そうですね、これを逆にチャンスだと思って、はい、ボディ選手はカウンター合わせるような、はい、ね、ことをしてます。これも顔面への攻撃、まあ、一発でのワンパンチでの KO というのは孫戦も宣言はしています。まあ、それがどれだけのタイミング破壊力を持って打ち込めるかということはあるんですが、まあ、比嘉大吾に対して元世界王者に対して一発狙っています。あと1分を切りました。うまい、うまい、いい、顔が上がりましたね。ナイスナイス、動きが孫戦一瞬止まった。でも左またテープがね、外れてきましたね。けど今比嘉選手が攻めてチャンスでもあるので、はい、このタイミングでもしかしたらテープを、はい、やるかも。やっぱりそうですね、まあ、こうやってまたグローブのこう切れ目のところにしまいました。あと30秒です。比嘉大吾の戦い復帰2戦目、元世界フライ級王者、さあ、この打たれ強い相手に、倒せないところが右だ。一瞬足が揃った、比嘉の攻撃、右させんな、させんな、ね、この攻撃コンビネーション、あラスト、あ腕を抱え込むようにするのが孫戦です。右やっぱ左フック、すごいスタミナです ね、 ね、この昨日も変わらない右ストレート、ここで戦いは終わりました。すごい、まず KO はありませんでした。いやいい試合でした。内藤さん、率直な思いをいただきましょうか。いや素晴らしい、ね、この同体との戦ではあるんですが、はい、比嘉選手もバッチリちゃんとトレーニングして仕上げてきた戦い方をしたと思います。あ、そうですか、いや素晴らしいです。まずリプレイです。
まあ、こうやって最後は本当もう少しでした。そうですか、倒すまでもう少しでした。だいぶ効いてました、まあ、ダメージはあったというふうに内藤さんは孫さん見るんですね。ええ、判定の発表です。吉田和俊99対91、ジャッジ桂木明彦、同じく染谷道明100対90、以上3対0の採点をもちまして勝者赤コーナー比嘉大吾、判定勝利は比嘉大吾です。2戦目、これで連勝で飾っています。バンタム級の10回戦でした。ジャッジは100対90もいて99対91もいました。そうですね、個人的にはあの大差がありましたが、はい、改めては3対0ということになりましたけれども、内藤さん、はい、感想からいただきましょうか。ポイント的にはね、ポイント的にだいぶ差が開いたんですが、結構微妙な、微妙というか、はい、振り分けたら比嘉選手ですけど、はい、明らかの9対10対9ではなく、はい、9.5 対10とかぐらいの、はい、うん、あのそれだけ相手が孫選手、いい選手だなという僕印象を受けました。難しい戦いだったんですね。さあマイクです。それでは名弁と最初を比嘉大吾選手にお話を伺いましょう。まずは今の気持ちをお聞かせください。ありがとうございました。ちょっと倒せなかったですけど、あのタイのハンサムボーイな選手が、あのタフで、あの倒せずにすいませんでした。まあ KO できなかったですけど、はい、あのよかったです。勝ててやりにくい選手だったと思いますが、採点お聞きになったと思いますが、あ、ほぼ聞いてなかったです。フルマークと言ってもいい、準フルマークの、ありがとうございます。さあここで完全復活という表現でよろしいでしょうか。まあ完全復活ではないんですけれども、まあ、とりあえず、はい、あの沖縄からも東京からも来てくれてるお客さんに、あの試合見せれてよかったです。そして改めて伺いたいんですが、フライ級では減量に苦しんでいろいろ悩んだ時代もありました。このバンタム級とウエイト、このバンタム級いかがですか。まあ、あの倒しづらくはなってるんですけど、まあ、その分あのもっとまた別の形でいい試合見せれたらいいかなと思ってます。とりあえずそれではバンタム級で、はい、世界を狙うと、そういう表現でよろしいでしょうか。そうです。それでは最後に名イベント最後まで残っていただいたお客様に、また来年の抱負、これからの青写真語っていただいていいですか。今回 KO 賞で、あの皆さんをちょっと旅行に連れて行こうと思ったんですけど、あれ 100万でしたっけ。あのすいませんでした。次からもエコノミークラスで応援しっかりお願いします。勝ったらあの KO 賞で、あのファーストクラスで乗せてもらいます。応援します。来年の目標はいかがですか。まあ、あの1試合 いい形で勝って、あの次に行きたいですね。ありがとうございました。見事完全な勝利で収めて復活ぶりを見せてくださいました比嘉大吾選手にお話を伺いました。ありがとうございました。改めて盛大な拍手をお送りください。言葉も飛び出しましたが、判定勝利3回で比嘉大吾が孫戦法薬を下しています。さあ内藤さん、まあ、倒せなくてすみませんでした。それから完全復活ではないという言葉でしたね。いかがですか。まず倒せなくてすみませんでしたという言葉に関しては、いや僕はそんなことないよと、相手もいい選手、強い選手でしたし、あの試合内容がすごい良かったので、もう全然気にすることないよとは僕は言いたいですね。まあ、KO 祭であったからというところから本人それを鑑みてではあると思うんですよね。まあ、あの KO を狙ってもちろんいたとも思いますし、お客さんのことも考えていたとも思いますし、はい、うん、でやっぱり狙って、前半から狙っていった戦い方ではあったと思うけど、最後までね、
結構倒せなかったんですけど、はい、最後でスタミナも落ちず、はい、僕は素晴らしい戦い方をして、はい、次につながる試合だったなとは思いました。そうですか、はい。まあ、それから本人の表情自体は今明るいっていうのは一つこうメンタルの面も含めては、そうですね、ね、そうですね、いいですよね、好材料ですよね、うんうん、何より相手強かったですよ、いい選手でした、本当にこう相手あっての勝負ですもんね、成績はやっぱり物語ってましたからね、はい、その通りの選手でした。まあ、孫戦は、まあ、3度目の来日で畑中健人選手、それからダイナミック健二選手に敗れてはいるんですけれども、まあ、その後キャリアがある相手は少ないながらも12連勝を、ね、収めてここまでやってきていたということも、その後12連勝、なるほどなるほど、いますからね、キャリアは強くなった選手ですね、はい。まあ、そうした難敵に対して比嘉大吾、こうして10ラウンドの感触はどうだったのかなと、またちょっとこうインタビュー改めてしてみたいですね。そうですね、けど顔があれですよね、あの、はあ、ダメだったっていう顔してないと思います、はい、うん、いい戦いした分倒せなかったのはね、ちょっと残念という思いがあると思いますけども、うん、いい戦い方できたんじゃないかっていう顔してると思いますよ。まあ、何度も言いますけど、何より相手やっぱり強かったですからね、はい、うん、それは大吾選手、比嘉選手も分かってるんじゃないのかなという表情してると思いますが、はい、今その、はい、あの選手相手にここまでできたのはよくすごいあのいい材料になったと思いますよ。そうですか、スタミナも落ちませんでしたしね、はい、うん、まあ、こうして目は輝いているように見えますね、比嘉大吾です。そうですね、今完全に上向いて光当たって輝いてましたね本当にキラキラしてましたね、まあ、これで復帰2戦目を飾ったということになります。このあと、KO 賞授与式があります。やばい、なんかそれでは派手な人たちがまだスパイ来たよ、イベントの公演もさせていただくことでございますが、早速本日の KO 賞金50万円を